今日ももういい時間なんですが 何日か前から iPhone5 なんですけど、まあちょっと全然、何ですかね、まあ友人の、それよりも薄くて、まあ長くて、なんかとにかく電池の持ちがいいということが、なんかうんぬんで、それで、まあとにかくこのスマートフォンをどんな風に使ってらっしゃるのか、なんか、雰囲気が分かってないと、アイデアが生まれないものですから。まあ、使ってる次第なんですけど。で、今日はですね、ちょっと妹に、北のカナリア、おすしめ、我々は宇宙人だ、みたいなメールをやめてください。かなちゃんがスマホはありえないでしょう。ガラケーも使いこなしてないのに。今日は、何々の、志望中学の文化祭があり、今、渋谷、横浜を、に、間に乗っています。東横線に乗っています。これ、電車の中でもメールができるっていうのがですね、いいんですよね。それで、かな変換。北のカナリアたちもおすしめって何？おすすめにもなってないよ。I see。英語？外国人になっとうよ。は？指が布団？もう意味が全くわかりません。妹からのメールですね。で、はい。かなちゃんはスマホ向きではないと私も思います。横で茜がいいよみたいなね。それで、いやいや、深いわけがあったりせよ、かのちゃんはスマホには向いてないと思います。で、だんだんこう触るうちに途中でできるようになって、で、音声で入れて文章にしていくというので、ちょっと、今、だんだん、ちょっと新しいことにどんどん、猿が進化していくよ。かなが進化していくみたいな感じで、3日目にようやく音声で、メッセージが、妹に送れるように、妹と友人に送れるようになりました。はい。で、どうしてもちょっと、なんか、できないところがあるので、明日ソフトバンクに行ってきます。ということで、なんか春町のピヨピヨ iPhone 日記、始まり。多分私が使えるんですから、皆さん使えると思います。とにかくですね、私ちょっと白が好きなんですよ。で、普通白いもので汚れるんですけど、このプラスチックの白は逆にはファンデーションが目立ちにくいっていうのがよくって、白いプラスチックっていうのは最高だと思ってます。で、このソフトカバーですね、ソフトカバーをつけました。で、デザリングと、とにかく何かあった時の保証はつけました。はい。ということで、月々、なんか、8000円ぐらい、8000円前後かかります。はい。この月々8000円もかかって、何がしたのか、ちょっとわかりませんけど、とにかく、電話と、音声メッセージはできるようになりました。はい。まだ、Facebook はできません。私。情けない。今後ともよろしくお願いいたします。